夜中までちょっと仮眠とってまた夜中の2時くらいから走り出したら、まあそれなりに進めるでしょう。河北市どんな二人になりました。金沢と七尾の間ってことだけはわかるよ。スバタまで15キロ。スバタね、およそ400メートル先、二つ屋を右方向です。これはまたあっちの道に戻そうという本だから、君はいつもいつもそうだ。君はいつも正しい道に進めようとする。しかしその正しい道は本当に正しい道なのか。道の駅高松、道の駅あったー、大正解だった、君が正しかった。ああ。経路が見つかりました。8分短縮できます。経路を変更するにはタップしてください。やっちまったな。今のはやっちまってるね。およそ400メートル先、県立看護大学前を右方向です。あ、その道からでも道の駅に戻れる保険ありますか。案内に出ましたね。まだ保険聞きますか。ここ右折で聞きますか。そうですか。あ、そうですか。あ、ならば、まあね、まあ、ちょっとここでぐらいね、たまにはね、ちゃんとね、ダメのね、言うこともね、聞いてあげないとね、そろそろね、俺だったらね、もうそろそろね、もう、地図をね、バーンと放り投げにしちゃいますもんね。分かりました。9分短縮できます。ここずつばかりに足元を見て、ここずつを見て足元を見て、あれですね。1キロメートル道なりです。足元を見てあれにしようとしてますね。友情の道の方にしようとしてますな。いや、これ波の人間だったらこれでね。いや、ちょっとね、悪いことしちゃったしな。まあ、ちょっと友情をどう使ったのか、ね、やるところですがね、そこの利害関係はないですからね。ここでね、こっちの道に入ったからってね、その Google さんにお金が入るわけでもないですしね。そんなね、霧は、勝手っぽっちもないわけでございます。なので、私はね、このまま、まっすぐ、下向きに、道の駅から立て直しを図ることをやむなしとするわけでございますな。なるほどな。はいはいはい。うわぁ、ECB まぶしい。逆光で何も映ってね。さあ、看護大インター、いい道の駅に戻ろう。はい、およそ300メートル先、左方向です。金沢方面です。はい、いいよ、いいよ。大丈夫、道で聞くから、気にしないで。気にしないで、私は、ただただ、黙と、道の駅に、左方向です。向かってまいりますので。キロメートル道なりです。道の駅、こんなところに駐車場なの？ここに駐車場なの？変わった作りね、駐車場。ああ、そっか。手前まで行くかな。あ、サービスエリアが、まあ、道の駅になっておって、まあ、無料区間ですもんね。なるほど、なるほど、なるほど。はい、はい、はい、はい。そして私はそのまままたここから金沢に乗る権利も手に入れることができる。ただただ、ちょっと無駄に時間を食ったと。それはどうだったかな。
まあちょっと、この辺りまで来たら、ちょっと、オイル入れれるところもね、探したいですし、ちょっと中を見てこようと思います。調べ直してみましたが、とりあえず、ガソリンスタンドは、ノットの、その、この、里山、ん?里山街道?ここを、ずっと、どんつきまで行った先のところらへんから、結構いろいろとまた出てくるみたいなんで、そこからもう金沢のね、被害経験に入ってくるような感じで、いろいろと見ても増えてくるような感じみたいなので、よし、それで行こうと思います。なんで、もうこのまままたこの上に乗ってね、どんどん行きましょう。トイレもね、行けたし、もうこれで、バッチシですね。よし。そこから出たらいいのかな。よし、行きましょう。